藤木直人です。そうですね、やっぱり山崎賢人君と、ご一緒できるっていうのが一番大きかったですね。その前にドラマで、グッドドクターというドラマだったんですけど、ご一緒できて、その時は賢人君がすごくチャレンジングな役だったんですけど、その頑張ってる賢人君を支えたいなっていう思いで演じてたんで、またご一緒できるっていうのが、楽しみでもありました。いや、賢人君は本当にいい子ですよね。そのドラマをする前に、オシャリズムにゲストで来てくれて、でその時に僕と賢人君2人だけのロケがあって、その時からこうなんだろうな、ピュアな感じがしたし、人懐っこさもあるような気がしたし、すごく好感が持てる人だなと思ってたんで、だからドラマで共演できたのも嬉しかったし、今回この映画ではバディものではないですけれども、僕とのシーンはなんかバディ感にあふれる、そんな役だったので、それ嬉しかったですね。清原果耶ちゃんはNHK の朝ドラの夏空で、僕はヒロインの、広瀬すずちゃんの育ての親だったんですけど、そのすずちゃんの、生き別れになった妹役を演じていて、だから育ての親としてすごく気になる存在で、誰が演じるのかなって、最初はねキャスト発表になってなかったし、決まってなかったし、なのでね、清原さんが演じるんだって思って、そんなに一緒のシーンっていうのは多くなかったんですけれど、僕は勝手にね、義理の娘って思ってんで、またご一緒できるのも嬉しかったし、すごくお若いのに意志が強いというか、芯のしっかりした方だなって、今回もそんなに同じシーン多くなかったんですけど、改めて思いましたね。そうですね、ボーイですかね。正しいアクセントはボーイらしいですけど、伝説のバンドボーイに、高校生の時にすごくハマってファンになって、その時は本当にもうボーイブームで、みんなボーイが好きだったんですけど、でも僕がそうやってファンになった時にはもう解散して、すでにいない、バンド作ってから6年で解散した伝説のバンドですけれど、でその時に布袋さんを見て、ギタリストっていう存在を知って、で高校2年生の時からギター始めて、でその時は一生懸命ね、ボーイだったり布袋さんのソロの曲だったり、吉川晃司さんと組んでたコンプレックスも含めて一生懸命コピーしてたんで、もちろんね、いい曲いっぱいあって、聴くとかっこいいなって思う曲ありますけど、そういう多感な時期に聴いた曲っていうのは、そういう曲とはやっぱり違う、聴くだけで当時に戻れるじゃないですけど、そういう特別な曲なような気がしますね。ナインティナインさんのやってるレストランで、食事を食べて値段を当てて、で設定金額から一番遠い人がお支払いをするっていう番組があるんですけど、それでアマダイの松笠焼きを頼んだんですけど、その付き合わせがアワビの天ぷらだったんですよ。いやいやいや、おかしいじゃん、アマダイよりそれ高くねみたいな、その罠は強烈でしたね。おかげでだいぶ高額を払わされる
羽目になりましたし、やっぱ大勢の方が見てくださったみたいで、いろんな人からあいつバカだなって思われてると思うとちょっと恥ずかしくて表歩きづらいですね。未来ですかね、未来ってね、なんか頑張って生きてればどうせたどり着くもんでもあるんですけど、やっぱり自分の子供たちがどういうふうに育ってるのか、どれくらい未来なのかにもよりますけど、大切な人と出会ってなんか家庭を築いたりとかしてるのかどうかっていうのはすごく気になりますし、その時に自分がまだ生きてるのかどうかっていうのを確かめてみたいなって気はしますけどね。今ないものを発明しろっていうことですか。それがもし発明できるんだったら黙って発明して特許取りたいですね。なんだろうな、めっちゃくちゃ儲かる特許が取れるもん。漠然としてる、ね、それこそタイムスリップしてさ、ね、青色ダイオードあれを発明してたらめっちゃ儲かってたね。ノーベル賞も取ってたね。今開けたい扉もうないですよ。もうすぐ49なんで、全て扉を開けました。未来を変える扉でしょ。いや、ここですよ、ここ。みんなのここにありますから。ぜひ。しかもいつでも開けられるっていうね。今、このタイミングでも開けられる。ねえ、すごいな。変えようと思ったらいつでも変えられるのに、でも、ね、明日でいっかとか、また今度でいっかって思いがちじゃないですか。今ですよ、今。僕はもう49になるんで。もう開ける必要ないですけど。スラムダンク的なことですか。試合終了だからね、諦めたらね。なんだろうな、でもそうやってなんか誰かの言葉に頼ってるうちはなんかまだまだなのかもしれないみたいな気もしますよね。結局諦めたりもする、諦めることを受け入れられるようになってくると思うんですけど、年取ってくると自分でチョイスできるようになってくる。でもむしろやっぱり家族とかかな、言葉というよりかは。全てね、いいことばっかりじゃないし、やっぱり未だにあの時の芝居どうだったのかなとか、って思う時もやっぱり家に帰ったらそういうことと関係なくいつもと同じ家族がいてくれたりとかするし、そこでまたなんだろうな、父親っていうね役割に戻してくれるというか、そこでこうリセットできたりとかするんで、言葉ではないですけどやっぱり家族っていう存在は支えになってくれる気はします。いやー、もうそれはね、今本当に世界中が大変なことになってるんで、一刻も早くこの状況が改善してほしいし、まあいろんな意見があるのは分かりますけど、なんかあまりにもなんだろうな、人と人とが傷つけ合い足を引っ張り合ってるっていうのが本当に悲しいなって思う。早くワクチンが行き渡るといいですね。映画夏への扉、君のいる未来がようやく公開が決まり、公開日が近づいてます。まあ原作があって、その原作自体はもう本当に僕が生まれる前に書かれたバックトゥザフューチャーをはじめね、その数々のハリウッドSF 作品に影響を与えた名作ではありますけれども、それを舞台を日本にして大きくガラッとチェンジした
ものになってます。なので、ね、まあ、原作ファンの方も新たな思いで楽しんでいただけると思いますし、SF 要素の詰まった作品ではありますけど、なんか中心にあるのは時間を超えて人と人とが思い合う、そういう、なんだろうな、素晴らしさというか、そこに感動できる作品になっていると思います。僕も多分一生に一度のロボット役に挑戦してるんで、ぜひ皆さん劇場で、その僕のロボット姿を確かめていただきたいなと思いますので、足を運んでください。よろしくお願いします。僕は大切な人を亡くす運命にあるらしい。下を向いて歩いてた。もう何も壊さないように。諦めなければ失敗じゃないでしょ。少し背伸びをして、ずっとそうちゃんが好きだった。大事なものは全部みんな消えてなくなる。30年も君を待ったんだ。まさか偶然でしょうか、莉子さんが亡くなったことも。わからないままにはしておけない。行きましょう、莉子を救う。どんなに眩しい願いも超えてく。君のサプライズが、夏の光が胸を焦がすように。大丈夫だと扉を開く。君とまだ見たい未来。未来の話をするから驚かないで聞いてほしい。